2019年夏ドラマベストカップル。10位から6位はご覧の通り、ルパンの娘から2組がランク入り。そして5位は深田恭子、瀬戸康史、ルパンの娘、まさにロミオとジュリエット。第4位、黒木華、中村倫也、凪のおいとま。危なっかしくて逆に気になる。そして気になるベスト3は、第3位、上野樹里、風間俊介、観察医朝顔。食事シーンが超かわいい。お互い優しさがあふれている夫婦。第2位、大泉洋、松たか子、ノーサイドゲーム。奥さんの尻に敷かれる感じが好き。松たか子の飴とムチが最高。第1位、横浜流星、西野七瀬、あなたの番です、反撃編。美男美女だし超お似合いだよね。ひまわり畑のシーン最高だった。10位から1位をおさらい。元恋人からラブラブカップルまでランクイン。あなたが思うベストカップルはどの2人ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。